皆さん、こんにちは。アクニネムです。今日はアストロの後ろのデフのオイルを変えていこうと思います。で、オイルを変えながら、オイル抜けたら前側のですね、ピニオンシールですか。あれも交換していきたいと思います。それぐらいかな。そしたら、デフのオイルからとりあえず抜いていきます。カバーがですね、まあ、鉄粉はついてますけど、
どうなんでしょう、これ。何万キロぐらいのもんですかね、これは。この辺もついてますね。あとデフカバーのボルトですけども、一応場所分かるようにしといたんですけど、一本だけ長さちゃいます。これです。これだけ長いですね。後ろから見ますと、左の2つのうちの上の方ですね。上3つ、下3つ、左右に2つずつの、この2つの上の方。これだけ長いです。あと、長さ一緒です。だからそれだけ知ってたら、もう次からはいけるかなと。
はい、リアのデフのオイル交換、終わりました。